日本プロサッカーリーグ J リーグに所属する松本山雅 FC のホームタウン松本は、四方を美しい山並みで囲まれ、町の中心には築城414年の歴史を刻む国宝松本城がそびえ立っております。町のランドマークとして市民に親しまれてきたこの松本城も、今から百数十年前に取り壊しの危機にさらされました。そんな中、松本から松本城を失ってしまえば松本らしさが失ってしまうと、市川良三さんはじめ多くの市民が全国を駆け回り、資金を調達した上で取り壊しの危機を脱したと聞いております。自分たちの町は自分たちで作るという市民運動が息づくこの松本に、また新たに多くの市民が参画をし、一人一人の手で作り上げてきた市民クラブ松本山雅 FC が、日本のサッカー界の頂点のリーグにあたる J リーグに昇格を果たしました。このプロジェクトが発足した当時は、壮大な夢に向かって挑戦することは非常に大切なことであるが、今から J リーグなんて無理な話ではないか、そんな意見が大半を占める中、やり続けることによって夢は現実のものとなりました。松本山雅 FC の J リーグへ向けてのプロジェクト、夢は必ず叶うというお話を始めさせていただきます。今からちょうど50年前の1965年に、松本の駅前にあった喫茶店山雅で産声を上げました。喫茶店のマスターである山下さんの行為により、一つのサッカーボールとユニフォームが店に来るお客さんにプレゼントされたというのがきっかけで、山雅クラブが誕生するわけでございますけれども、最初の頃はサッカー経験者がほとんどいないというリクレーション的なチームでありました。次第に高校時代サッカーを経験した人たちが集まりだして、競技志向へのクラブと進化していきます。時には試合当日、新調したユニフォームをに袖を通そうとしますと、胸に書かれた山に宮城の山雅の文字が間違っているというハプニングもあったというふうに聞いておりますけども、その後次第にその輪が広がり、1975年に発足した北信越リーグの参戦とともに活躍し、40年経った2005年からこのチームを核とした J リーグへのプロジェクトが発足するのです。サッカー不毛の長野県に、何といっても J リーグのこのプロジェクトが立ち上がったきっかけとなったのは、2001年に松本市にアルミンができたというのが非常に大きな要因となっております。2万人収容のスタジアムは J1 規格のスタジアムで、ピッチとスタンドとの距離が非常に近い素晴らしいスタジアムです。そしてその翌年2002年に日韓ワールドカップが開催され、この松本のアルミンにおいて南米パラグアイナショナルチームのキャンプ地として使用をされたのです。そんな中、パラグアイナショナルチームのある選手が記者会見で、松本にはこんなに素晴らしいスタジアムがあるのに地元のプロサッカーチームがないなんてのは不思議だというコメントをし、それに地域の若者たちがさらに J リーグへの期待を膨らませるのです。結果的には2005年のシーズンから北信越の2部からスタートし、幾多の困難を乗り越え、7年かかって2011年12月12日に J2 昇格を果たすのでありますが、2005年発足当時の我々みたいな親返しのない市民クラブのスタートというのは、何もないところからのスタートでした。後ろの画像が最初の時の事務局です。
知り合いのボランティア団体の一角を間借りし、1台のパソコン、3台の机に常勤のボランティアスタッフ1人のスタートでした。練習環境も夜7時から9時までの2時間の練習でしたけども、土のグラウンドはもとより照明が暗い中での練習ということで、選手も相当苦労したと思います。そして後ろの試合は練習試合の時の映像ですけども、お揃いのユニフォームも揃っていない。そして遠征の時などは我々の自家用車で分乗して遠征するなど、このチームが本当に J リーグに昇格できるのかと、そんな不安もよぎったのも非常にいい思い出となりますが、1年1年成長し、サポーターの輪もどんどん広がっていきました。そんな中、いろんな人との出会いがそのスピードをさらに加速させ、そしてその輪をさらに広げるのです。何人かのキーマンを紹介させていただきたいと思いますけども、この中にもその何人かの携わった人がいるんですけども、今日はちょっと時間の関係で3人ほどご紹介をさせていただきたいと思います。後ろの写真は実際に2002年松本山雅の試合の時のサポーターの写真です。真ん中にいる引田さん、俺が一番最初に松本山雅のサポーターになると宣言し、現在も松本山雅の核となるサポーター団体ウルトラス松本の代表をやっている引田さんです。そしてもう一方、 J リーグに昇格すれば試合運営には必ずボランティアが必要だ、俺は今からその準備を始めると宣言し、ボランティア団体チームバムスを立ち上げた代表の田中さん、自分たちの楽しさを周りの仲間に伝えながら、その仲間がさらに周りの仲間をアルウィンへと誘ったのです。その成果はこちらは2003年のゴール裏のサポーターの画像ですけども、これしかいなかったサポーターがこのような形で素晴らしい盛り上がりになり、アルウィンが満員の状態になったのです。一朝一夕でこのようになったわけではなく、継続することの大切さと、そして何よりも自分たちが楽しみながらやった結果、このような広がりが見えてきたと思います。我々のサポーターはお年寄りからお子さんまで幅広い年代のサポーターが集うアットホーム的なサポーターが多いです。そして親子3代で絆が深まるスタジアムとして、そういったことが我々のクラブの一番の自慢であると思いますが、そういった雰囲気になったというのも引田さん、田中さんの思いを初めから踏襲している証ではないでしょうか。もう一方、横浜 F ・マリノスで16年間活躍し、 JFL 時代2011年に松本山雅に入団をしました元日本代表松田直樹選手、俺が松本山雅を必ず J2 に昇格させる、そして松本を全国区にすると宣言し、大黒柱の活躍として活躍をいたした次第でございますけれども、残念ながら8月2日練習中に心筋梗塞で倒れ、ついに8月4日帰らぬ人となってしまいました。彼の死後も選手が一丸となり、彼の約束した J2 昇格に向けて一生懸命戦い、最終戦の混戦を制し、12月4日ついに J2 昇格を果たしました。今まで携わってきた山川ファミリーとともに、この悲願の J2 昇格を喜び、そして天国にいる松田直樹選手にこの報告を胃の一番にさせていただきました。彼は亡くなった今でも我々の心の中に生き続け、共に戦っているでしょう。いつの日か松田直樹選手のつけていた背番号3番、これに憧れる地域の子どもたちが山鹿のトップチームに昇格することを期待してやみません。松本山鹿の
運営会社株式会社松本山雅の企業理念は未来への夢と感動へチャレンジでございます。我々の目標は J1 で1位になること、優勝することというのが目標ではなく、アルウィンに訪れた人たちに夢や希望、感動を伝えるというのが一番の使命だというふうに思います。そういう意味では2014年 J1 に昇格したその年の最終戦に、このような形でアルウィンで J1 昇格のお祝いをサポーターの皆さんが1万5000本の紙テープで祝福していただいたのです。この瞬間こそが我々の目的の達成であり、今後さらにこの輪を広げていきたいと、そんなふうに考えております。街の中で行われた J1 昇格パレードにも5万人近い市民の方が駆けつけていただき、松本らしさを演出する意味でも地元のお祭りの舞台に選手が乗り込み、お城までパレードをさせていただきました。松本城で行われた J1 昇格報告会にも1万人近いサポーターの皆さんとこの喜びを分かち合えたというふうに思います。クラブは2012年に J リーグに昇格した際に、未来の成長戦略と題しまして、海外の先進事例を学ぶべくドイツに社員全員を派遣し、ドイツのブンデスリーガーの先進事例を学びました。県政経営を続けながら、このホームタウンと共に成長する、そして地域の子どもたちがトップチームに昇格できるような育成組織の確立を目指す、安全で安心なスタジアムを創造しながら、より快適なスタジアム環境を作るというのが大きな勉強の成果でありますけれども、まさにそれを今後実践していくということでございます。そしてそんな研修の際に、一人のサポーターの放った言葉が今でも私の胸に残っていることをご紹介させていただきたいと思います。後ろの方はドイツの南西部フライブルクにある SC フライブルクのサポーターの一人です。松本と同じ規模の24万人の都市のクラブのサポーターですけども、そのサポーターの一人が、俺たちのフライブルクはドイツで一番素晴らしい地域なんだ、その素晴らしい地域に小さくて予算規模も少ないのによく頑張ったクラブ SC フライブルクがある、俺はこの25年間シーズンパス券を買い続けながらこのクラブと共に戦ってきた、この後も生涯このクラブと共に戦っていくんだとおっしゃってました。いつの日か我々もこのようなサポーターが増える、そんな愛されるクラブを目指してこれからも頑張ってまいりたいと思います。松本山雅は1965年創立ということで、本年で50周年の節目の年を迎えます。先ほどご紹介ありました通り、我々のルーツは喫茶店だったということを考えますと、いつの日か喫茶山雅を復活して、そこに集まる人たちがおいしいコーヒーを飲みながら松本山雅のサッカー談義に花を咲かせる、こんな姿も想像していきたい、そのように考えておりますし、これからの50年100年続く成長できるクラブとしてあるためにも、喫茶店のマスター山下さんの思いや引田さん田中さんという思いを大切にしながら、もっと成長できるクラブにしていくために、クラブとしては大切に考えていることがあります。それは今までも、そしてこれからも山雅に携わる全ての人たちが私利私欲なく地域の発展とクラブの成長を願うということを忘れてはいけないのです。そしてサッカースタジアムはただ単にサッカーを見る場所ではなく、夢の劇場という意識を忘れてはいけません。松本山雅のスタジアムは山雅劇場であり、一人のサポーター、一人のボランティアがその山雅劇場に出演している主人公ということを
忘れてはいけないのです。今までも自分たちが作ってきたクラブという自信こそがこの松本山雅のこの大きくなった成長のところに現れているというふうに思いますし、こういったことこそが市民クラブにできるアイデアだというふうに思います。一人の企業や一つの企業や一人のリーダーシップを取った人たちではこういったことはできません。真の市民クラブであるためにこういったことを忘れずに今後も成長していきたいと思います。松本山雅はこれからもいくつかの夢に向かって挑戦をしてきます。その一つに松本の町の真ん中に新しいスタジアムを建設したい、そんな夢があります。これはサッカーの試合をやるというだけのスタジアムではなく、松本の町の中をにぎわいを想像するという意味で非常に大切なものだというふうに考えております。しかしながらこの夢の実現には相当なパワーのいることでしょう。しかしながら必ずこの夢を達成してみます、見せます。夢に向かって挑戦している時が人生の中で一番楽しい時だということを我々は分かり始めたからです。一つの力が合わされば大きな力に変化することがみんなが分かり始めてきました。ほとばしる情熱やひたむきに欲した行動が合わさればこの町の明るい未来を必ず想像できると信じてやみません。今までもそしてこれからも山雅ファミリーと共に心を一つに共に戦ってまいります。松本山雅の J リーグへのプロジェクト、夢は必ず叶うというお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。